栽培で10年だから10年今ネットに興味ありますけど食べてみてこれどういう状態になればいいんですか。もうちょっとこうなんかプチプチプチっていう感じなんです。根っこからでんぷんって片栗粉みたいなでんぷんっていうのがそれをはいちゃんだです。どうぞ。でかい、これでかいです。一度とフライク100円となっております。この前に送るまでにお願いします。はい、いらっしゃいませ。高向かい。どうですか、ピザ。おいしい。おいしい。おいしい。じゃあ初めて、はい、山菜だけこう販売してるのかと思いつつ来たんですけど、こういろんなブースがあって、ここみんなで楽しみながら食べながら、まあ、過ごせるのでいいと思います、はい。食べていただいて、産地を記入していただきます。庄内産天然わらび、庄内産入っております。県内産のわらび、どうぞ頑張ってみてください。おめでとうございます。わらびの味が分かる方であります。263だ。これがあったらば変わらない。割と手の葉っぱの柄の部分が赤いっていうのがね、これは注意してくださいよというシグナル。赤い。受けてから食べる。シュアナーと片栗粉さんです。拍手。39番。39番。これソースのだけなんだ。何切るとこねえの。立てて根元が硬いからどうしてもちょっと気持ち投げかけて、あらカモスのね。だいろいろ私は根元だけに入れます。どうしてもあの硬いので根元が首の方が柔らかくなるから、こっちが頭の方はちょっと頭にはかけない。かけない。あでも水になってるから回るから。山だけ。